バラカモンは、吉野さつきによる日本の漫画作品、ガンガンパワード2008年4月号に読み切り作品として掲載された。その際の反響が大きく、同年10月号に、第2話2009年4月号に、第3話を掲載。その後、同社のウェブコミック配信サイト、 ガンガンをオンラインに移し2009年2月21日から2019年1月10日まで月1回更新で連載。また、月刊少年ガンガンでも2014年8月号から2019年1月号まで Web で発表されたものと同作品が掲載されている。作者の出身、居住地である長崎県五島列島を舞台に都会育ちの書道家と島民の交流を描く。 兄弟のバラカモンは五島列島方言で元気者のい、吉野さつきの漫画短編集、ミシカカ、吉野さつき短編集収録の読み切り作品にて高校生となった三輪とタが登場している。2013年9月にアニメ化が発表され、2014年7月より9月まで放送された。2018年6月12日発売の 第17巻巻末にある次回予告ページにて12月12日発売予定の第18巻にてバラー化、門を完結する胸の告知がなされ、ガンガン12月号にて当作品の最終回と新連載作品を同時掲載する胸の告知がなされた。スピンオフ作品、ハンダ君が月刊少年ガンガンにて2013年11月号から2016年10月号まで連載された。 2016年3月時点で、バラカモンの累計発行部数は480万部を、ハンダ君の累計発行部数は160万部を、それぞれ突破している。書道家のハンダ清ブネは、ある受賞パーティーで自作を告表した、書道展示館の館長を感情に任せて、殴りつけてしまう。見かねた父親はハンダに、人間として欠けている部分を見つけさせるため、 彼を自然豊かなことをへと送り込む。内心では反省する気のないハンダだったが、天真爛漫少女、古都イシナるをはじめとする個性的な島民たちと出会い、少しずつ心を動かされる。都会の温室で育ったハンダは、体制のない田舎の環境や島独特の人間関係に戸惑いながらも、島民たちに助けられ、励まされ挫折を繰り返しながら新たな書の境地を開いていく。 初めて出会った自然の世界や、お互いに助け合う気持ち、それは型にはまっていた、ハンダの書、そしてハンダ自身の心も、少しずつ成長させていた。自信を取り戻したハンダは、書店出品のため東京へと戻り、かつてパーティーで殴りつけた館長に謝罪。館長に、書道家としても、人としても成長したことを認められ、暴行事件は水に流すこととなった。 島へ戻る理由を失い都会暮らしに戻る選択肢を与えられたハンダだったが、島送りに猛反対する母をよそに、都会では、島で書けていた自由な文字が書けないことに気づく。父親に背中を押されたことや、何よりも島でハンダの帰りを待つなるたちの言葉を聞き、ハンダは島での生活に戻ることを決意する。愉快な後島の住民たちに翻弄されながらも、 再び書の新境地を求める日々を送るのだった。月刊少年ガンガン2013年11月号から2016年10月号まで連載された。単行本は全7巻。本編の6年前の物語を舞台に、人見知りな主人公、ハンダ・キヨとその周囲を取り巻くクラスメイト、中でも特に彼に浸水しているグループの通称。 ハンダ軍との古代評価的な日常をめぐる高校生時代が描かれている。バラか、門と違い、こちらはギャグコメディとなっている。2016年7月にアニメ化されている。ハンダ軍ハンダに投水し見守っている集団。しかし、近藤だけは、相沢、二階堂、筒井に絡まれたことからいつの間にか、ハンダ軍の一員となってしまい、唯一投水していない。 ハンダを守るという名目で、中場ストーカー集団と化しており、これに、花田、東野、近城、平山も加わっている。廃校関係者多構成2014年7月より9月まで、日本テレビ他にて放送された。キネマシトラス作品が在京議員局で放送されるのは、東京マグニチュード8.0以来5年ぶり、単独制作では初となる。 公式サイトのキービジュアルアートワークは山本23が手掛けている。山村美和役の声優、古木望みが方言監修としてクレジットされている。スタッフ主題歌格はリスト短門。短門は公式サイトで配信されたショートアニメ。ハンダトールがチビキャラになって登場している。BDDVD の映像特典として収録されている。総演出、脚本は、 ビエール杉浦、キャラクターデザイン、作画は、矢崎優子、絵コンテ、演出は、今村と、岡本祐介が担当。放送局関連商品、BD、DVDCD ウェブラジオ、TV アニメ、バラカモンウェブラジオ、ラジカモンのタイトルで2014年6月26日から12月31日まで、アニメイト TV にて配信された。毎週木曜日更新。 パーソナリティは、小野大輔、構成作家、アシスタントに、ピエール杉浦。2015年3月21日に発表された第一回、アニラジアワードにて、ベストコンフォートラジオ癒しラジオ賞を受賞した。2016年2月に t v アニメ化が発表され、同年7月から9月まで TBS、BSTBS 他にて放送された。アニメバ,バラモンは、放送を含め、 スタッフキャストが異なっている。スタッフ主題価格はリスト放送局関連商品、BD、DVDCD ウェブラジオ、ハンダラジオ、島崎信長と、沖津和幸の喫茶マウンテンで待ち合わせのタイトルで、2016年7月6日から9月27日まで、アニメートチャンネルにて、各週火曜日に配信され、D アニメストア、アニメートタイムズデーは、 同年7月8日から9月29日まで各週木曜日に配信されていた全7回パーソナリティは島崎信長、おきつかずき2016年8月7日に公開録音イベントを開催したハンダくんに関するカテゴリーありがとうございます